1分間チャレンジ、今日は二の腕のトレーニングです。頑張っていきましょう。さあ、では肘を上げたら、その肘から先の拳までを曲げ伸ばし、上げて下ろす、下ろすようにしてください。肘を伸ばした時に二の腕がしっかりとギュッと縮んでる感じがすれば OK です。上体は少し前に倒してあげると角度ができるので、伸びる感覚、縮む感覚がよくわかると思います。呼吸を続けて、腰が辛い方は片手を5秒です。さあ、大丈夫であればもう少しテンポを早めて伸ばす方にアクセントを取っていきます。腕の裏側がしっかり縮んでいるのが感じられますか？もうちょいいけるんじゃないですか？肘をしっかり伸ばして呼吸をしたら、さあ、では止めたままでドアノブを開け閉めするようにしてみましょう。ひねってひねって最後までしっかり使い切ります。頑張って。3、2、1、はい、終了です。